三四郎、三四郎、三四郎は、夏目漱石の長編小説である。1908年、明治41年、朝日新聞に9月1日から12月29日にかけて連載。翌年5月に、春陽堂から刊行された。それから、門へと続く前期三部作の一つ。全十三章。九州の田舎、福岡県の九部前側から出てきた。 小川三四郎が、都会の様々な人との交流から得る、様々な経験、恋愛模様が描かれている。三四郎や、周囲の人々を通じて、当時の日本が批評される側面もある。三人称小説であるが、視点は三四郎に寄り添い、時に三四郎の内面に入っている。ストレイシープという随所に出てくる言葉が、印象的な作品である。東大。 東京帝国大学に合格し、教理の九州から上京した23歳の小川三四郎は気真面目な堅物。たまたま列車に乗り合わせ、間違って相部屋にされた女性にも無用の気を使い、別れ際にあなたはよっぽど度胸のない方ですねとなじられる始末。女性という生き物に対する免疫など全くないうぶな青年だった。そんな三四郎は大都会。 帝と東京の人の多さにへきえきしていた。ある日、講義に遅刻しかけた三四郎は近道として選んだ。大学校内の池のほとりでうちわを手にした、若く美しい女性、里見美、豪偶前目にする。一目惚れし、毒気を抜かれ、すっかり講義に出る気をなくした三四郎は珍しく、サボってしまう。講義をサボって抜け出した友人の佐々木四次郎と、出くわした三四郎は、養殖。 淀見県に誘われライスカレー、現在のカレーライスを食べることになる。三四郎は四次郎から、つまらない講義に耳を傾けるより、世間の風というものを入れたまえと忠告される。四次郎から同郷で、理科大学、現在の理工学部教師の野宮総八が、探していたと聞かされた三四郎は総八に会いに行き、同郷の吉見で三四郎の実家から送られた、品々への礼を言われて自宅に誘われ、 本郷を散歩することになる。七つ年上で三十歳の総八は散歩の途中に、洋品店で女物のリボンを購入する。家に招き入れられた三四郎は、総八の妹吉子と引き合わされる。総八が購入したリボンは吉子への土産ではなく、代わりに串を渡された吉子は子供に飴玉を与えるようだと兄を非難する。実験という仕事柄。 夜になっても帰宅しないことをヨ子から咎められていた、総八はヨ子を邪魔にし、三四郎に相手させる。一方、四次郎が先生としたう、英語教師広田町の引っ越しが決まり、手伝うことになった三四郎は、広田の新居で偶然にも、美語と再会品を渡される。三四郎は、花は、必ず剪って、瓶裏に眺むべきものであると悟る。 三四郎と美語は、新居の掃除を二人で行うことになる。二階に上がった美語は空を見上げて、雲の形に見とれていた。三四郎は、そんな美語に引き込まれていく。荷物を運び入れた四次郎も合流し、二ほどきするうちに講義を終えた、広田も帰宅する。四次郎は広田を、偉大なる暗闇と表し、せっかく多くの書籍を読んでいるのにちっとも光らないと謀約、暴う一方、 総八も海外での高い評価に対し国内では安い給料で雇われて穴蔵に閉じ込められると評するそんな四次郎の人物表に広田は君はせいぜい丸あんどんで二尺程度を照らしているだけだと叱責する微子が差し入れとして持ち込んだ大きなバスケットに一杯のサンドイッチを振るううち総八もやってくる広田家は賑やかだった四次郎は 広武家の二階に居候するつもりでいた。話題が変わり、四次郎の翻訳に、広田が難をつける。総八が原文を問うと、すかさず美語が英文を口にする。美しさだけでなく、教養も光る美語に三四郎はますます関心を抱く。一方、総八は吉子を、里見家に居候させようとしていた。美語には、兄が二人いたが、上の兄は亡くなっていた。 その兄と親友だったのが、広田で、下の兄と同窓だったのが宗八だった。そして、美後は、野々宮家にたびたび出入りしていた。三四郎は、団子坂の菊人形見物に誘われる。一方、広田が新居を借りるにあたり、宗八から借りた金を返すため用立てた二十円を、預かった四次郎が馬券ですってしまったと相談され、三四郎は、仕送りから二十円を立て替えてやる。 聞く人形見物に繰り出した美語、ヨ子、弘ヒロ八に同行した三四郎の一行は雑踏で物声や迷子とすれ違う。だが、弘田も宗八も場所が悪いと関わり合いを避ける。すると美後、美語は気分が悪いと言い出して三四郎を連れ出し一行から離れる。気分が悪いというのは美語の口実に過ぎず、本当は気分を害したのだった。 重苦しい曇り空を大遺跡と評する美語。二人がはぐれたことで、総八たちが慌てていると三四郎は、心配するが、大きな迷子だからと美語は取り合わず、責任を持ちたがらない人たちだからと流してしまう。そして、三四郎に迷子の英訳として、ストレイジープだと教える。丁寧を避けるために置かれた石を三四郎はひらりと飛び越えるが、美語は不安定な石に足を取られ、 三四郎に抱きかかる形で倒れてしまう。美後は三四郎の腕の中でストレイシープと囁くのだった。講義に身が入らない三四郎はノートにストレイシープと書き殴るようになる。一方、四次郎は三四郎が立て替えた二十円の区面を付けようとし美後から手を得たものの三四郎が来ないと渡さないと言われてしまう。里見家に思いた三四郎は金は 呼び出しの口実に過ぎず、美子に翻弄されていると怒りを感じてしまう。美子は、預金通帳と印鑑を三四郎に渡し、好きなだけ使いなさいと告げる。また、画家の原口の開く、絵画展のチケットがあると、美子は三四郎を誘う。そこで総八と鉢合わせた美子は三四郎に何かを、ささやくふりをして、総八を愚弄する。そうした美子の態度に三四郎は怒りを感じてしまう。 三四郎は、美語に恋をしている自覚を持つが、美語の思いが誰に向いているか全くわからない。広田を訪ねた三四郎は、広田は結婚というものに否定的で、恋愛についても達観した人物だということを知る。冬物を買いに出た三四郎は香水を買いに来た美語と、よしこに偶然出会い、品定めを任される。風をこじらせて伏せった三四郎は、 美子が近々と継ぐことが決まったと四次郎から知らされる。だが、相手は、総八ではなかった。真相を確かめるべく、原口のアトリエを訪ねた三四郎はモデルをしている美子と対面し、金を返すと言い出す。美子は、疲れた表情を見せるようなり原口に返される。そこで三四郎は、金は口実に過ぎずあなたに会いに来たのだと、美子に告げる。が帰省する間に、は、 三四郎の知らない美子の兄の友人と結婚していた。三四郎と総八は失恋したのだ。完成した原口の絵が評判となっていた。そこには池のほとりで扇子を手にした美子が描かれていた。原口は佐々木に売りたいと語るが、四次郎はもっとふさわしい人物がいると絵の前に置かれた椅子に体を投げ出す三四郎を見やる。夫妻で会場を訪れた美子は三四郎に描かれた服装で、 原口が作品に取り掛かった時期がわからないかしらと囁く。それは正しく、三四郎が偶然美後を見染めた時期だった。そして、美後は三四郎が選んだヘリオトロープの香水を含んだハンカチを差し出す。失恋を四次郎に慰められた三四郎は、絵は良いが大である、森の女というのがいけないと語る。三四郎は絵にふさわしい大は、ストレイシープと囁くのだった。 第一の世界の人物、三四郎の改造と母からの手紙のみで登場。第二の世界の人物、第三の世界の人物、その他、明治末期の青年の成長を描いた作品である。当時は主人公のように地方の人間が立身出世を目指した数状況していた。作者は一青年の目を通して日露戦争後の日本社会を批評している。三四郎は、 ミネコや、野のみらと知り合い、教理、学問、恋愛の三つの世界を見出し、これらが結合した社会の成立を無双した。この世界の中で三四郎を遊ばせ、無限の可能性のある青年像を描き出している。余裕派と称せられた初期の作品から、これ以降の作品への意向を示す小説であり、また、日本で最初の教養小説としても注目される。三四郎は、 宗席の弟子である小宮と豊がモデルである。小宮は福岡県中津郡、明治29年京都郡に編入久富村、現在の京都郡宮古町に生まれ、旧制の福岡県立豊津中学校、現在の福岡県立特館高等学校を経て、第一高等学校から東京帝国大学文学部に進む。三四郎が熊本の 第五高等学校出身とされている点は、小宮の経歴とは異なる。なお、育徳館高等学校の校庭には、小宮と与鷹文学費を中心とする三四郎の森がある。四次郎も、同じく漱石の弟子の鈴木三幸吉がモデルである。三四郎の名前については、早稲田南町の夏目家の近所に、陸軍幼年学校の物理学教授、田中三四郎邸があり、漱石が、 田中三四郎の表札を見て、主人公の名を思いついたとする説がある。峰子は、漱石の弟子である、森田総平と真珠未遂事件を起こした、婦人運動家平塚内長がモデルである。野々宮のモデルは、同じく弟子である、物理学者の寺田寅彦である。広田のモデルは、一公教授の岩本灘、もしくは二公教授の阿波野健次郎だと言われている。深見がくという、 浅井正氏をモデルにした人物もいる。三四郎の故郷は、熊本と誤解されることが多いが、熊本は、高校の所在地であり、故郷は、福岡県京都郡、旧武前小倉藩、豊津藩領の農村、という設定である。三四郎は、熊本の高校時代のみならず、上京後も、長い休暇の度に、母や、お子さんのいる国に帰省している、第十一章。 このため、冬休み中に開かれた、ミネコの結婚披露宴にも出席できなかった第13章。作中で三四郎とミネコが出会った東京大学の新日地、育徳園新日地は、本作品にちなんで三四郎地と呼ばれるようになった。ジョカワとによれば、三四郎の各章ごとの時間的構造は、次の通りである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。